にちは。今大丈夫？さやかちゃん、こんにちは。どうしたの？あのさ、今週の金曜日って空いてる？っていうか、空いてないと困るんだけど。空いてるような、空いてないような。何それ？それってどっち？さやかちゃんの話次第ってこと。金曜日何かあったの？いつもみたいに子供お願いしたいの。別にいいよね。予定空いてるでしょ？悪いけど、お断りするね。金曜日空いてなかったわ。いや、空いてるでしょ。お願いね。お兄ちゃんにも伝えておいて。ちょっと待ってよ。こないだきちんと話したよね。もうさやかちゃんの子供は見ないから。それは聞いたけど、でも近くに頼める人がいないんだもん。だからお願いね。そんなこと言われても困るよ。私はあなたのベビーシッターじゃないの。知ってるよ。だからシッター代が浮いて助かってるんじゃん。とにかく他を当たって、今回は絶対に預からないから。今日のあやさん冷たい。私いつも双子の面倒見てて大変なんだよ。たまには子供を預けて遊びに行ってもいいじゃない。別に遊びに行くことを責めてるわけじゃないの。ただそれに私を巻き込まないでほしいのよ。なんで？私たち家族じゃん。お兄ちゃんのお嫁さんは今井を見捨てるような冷たい人なの？そういうことじゃないんだけどな。お兄ちゃんたち子供いないんだしさ、私の子供たちの面倒見れて幸せでしょ？こっちは子供貸してあげてるんだからさ。はい？わざわざ定期的に子供見させてあげてるのよ。私の優しさ分かってくれるよね？そんなこと頼んだ覚えないんだけど。それにこんなの優しさなんて言わないし。私はシングルマザーだしさ、家族なんだから助け合って生きていこうよ。お兄ちゃんも喜んでるでしょ？たかしさんも呆れてるよ。ねえ、子育てが大変ならご実家に戻ってみたら？お母さんは保育士の資格あるし力になってくれると思うけど。それだけは絶対に嫌だ。お母さん口うるさいんだよね。あんなところで子育てとか絶対無理。さやかちゃんのことを思ってつい口うるさくなるのよ。変に意地張らないで、頼れるところに頼ったらどうかな。お母さんにも帰ってこいって言われてるんでしょ？だから嫌だって言ってるじゃん。こっちは友達の家も近いし、大好きな居酒屋もバーもあるの。私ここから離れたくない。ご実家も隣町でしょ？そこまで遠くないし、そっちにも居酒屋はあるよ。うるさいな。説教なんて聞きたくない。あんたは黙って私の子供をありがたく面倒見てればいいのよ。そんな言い方しなくてもいいじゃない。とにかく今回は面倒見ないよ。それにこれからもね。どうしても金曜日出かけたいなら誰か他の人を探して。そんなこと言われても無理だよ。友達に頼むのは申し訳ないしさ。というわけで金曜よろしくね。だから無理だってば。あやさん、おはよう。おはよう、さやかちゃん。どうしたの？どうしたのってまだ気づいてないの？あ？子供たち庭にいるでしょ？そういうことでよろしく。いやいや、よろしくじゃないから。どういうこと？子供たちを置き去りにしたの？いいアイディアでしょう。あやさんがどうしても預かりたくないって言うからさ、どうやったら預かってもらえるか考えたんだ。それが置き去りの理由？でもあやさんの家の敷地内に子供たちはいるし、私は出かけてるから預かるしかないよね。だから預からないってば。早く帰ってきて。やだよ、夕方まで帰らないから。それまで子供たちをお外に置き去り？さすがにかわいそうだと思うんだけど。今日は気温も高くなるし熱中症になっちゃうよ。じゃあそうならないようにお家に入れるしかないね。冷えたジュースと美味しいお菓子でも出してあげてよ。さやかちゃんが今すぐ迎えに来なさい。あなた子供たちの保護者でしょ？責任持って引き取りに来なさい。でも今はあやさんの家の敷地内にいるんだよ。責任はあやさんにあると思うな。
責任者は保護者のさやかちゃんよ。それに私たち、もうその家にいないから。え？さっきから私の敷地内とか言ってるけど、私たち、昨日のうちに引っ越したんだよね。え、引っ越し？何それ聞いてないよ。言うつもりなんてなかったもの。ちなみにこれは、たかしさんのアイディアだから。お兄ちゃんの？ちょうどたかしさんに転勤のお話があったの。さやかちゃんのことでも悩んでいたから、どうせなら秘密で出て行こうって決めたのよ。ひどいよ、私は妹なのに。というわけで早く迎えに行ってあげて。誰も住んでない家の庭に置き去りよ。かわいそうに思えない？あやさんが今すぐ戻ってきて。子供たちを置いていなくなるとかありえないんだけど。それをあなたが言う。置き去りにしたのはさやかちゃんでしょ。警察に通報される前に早く迎えに行ったら。警察？子供が外に置き去りよ。ご近所の方が不審に思って警察に通報するに決まってるわ。ああ、余計に面倒なことになるじゃん。嫌ならとっとと迎えに行くことね。嫌だよ。もう友達と合流したし。もういいや。後で警察に行けばいいんだよね。はい？さやかちゃん、警察に呼ばれるかもしれないのよ。友達と遊んでる暇なんてないのよ。でも警察が子供たちを預かってくれるんだよね。ならいいじゃん。どこがいいのよ。それ本気で言ってる？へえ、警察が子供を見てくれるんだよ。こんな安全なことってないでしょ。今日一日安心して遊べるわ。バカなこと言ってると警察よりも怖い人がやってくるわよ。え？お母さんにも連絡しました。これまでのことも全て伝えてあるから。作ったのありえないんだけど。お母さんから聞いて驚いたよ。私が預かりたくて預かってるって説明してたんだって。何度も帰ってこいってお母さんは言ってくれてたのに、私が帰るなって言ったから帰らないですって。いや、それは私巻き込まれたくないって言ったよね。もう付き合いきれないわ。お母さんには全て訂正して本当のことを言ったから。それでお母さんなんて言ってた？怒ってた？怒ってるどころじゃないわ。ブチギレよ。今すぐさやかちゃんとお子さんを引き取りに行くって。え？昨日お話しして今日引き取りに行くって言ってたわね。今日？私たちが出て行った家に放置していったことも連絡したわ。警察に保護されるのが早いか、お母さんが見つけるのが早いか、どっちかだね。ねえ、どうしよう。すごいお母さんから着信来てる。これ、出ないとやばい？さあね。出ても出なくても、もうやばいと思うけど。こうなったのもあやさんのせいだよ。なんとかして、お母さんに私は悪くないって言ってよ。私のせい？さやかちゃんが私に子供たちを押し付けるのが悪いんでしょ？だから、押し付けてないもん。子供のいないお兄ちゃん夫婦に貸してあげてただけだし。その言い訳をお母さんにも言ってみたら？信じてくれるといいわね。ねえ、お願い。あやさんからお母さんのこと説得してよ。子供たちの面倒が見れて楽しかったでしょ？楽しい？2歳の双子を急に押し付けられることが？おむつもご飯も全部私が一から用意したのよ。お金もくれないし、本当に迷惑だわ。ひどい。世の中には子供を育てたくても育てられない人がいるのよ。子供を見れることがどれだけ幸せなことかわからないの？これ以上は話にならないみたいね。とにかくもう私たちは引っ越してそこにはいないから。お母さんにもさやかちゃんと関わらなくていいって言われてる。え、私のこと見捨てるの？これからはお母さんが協力してくれるって。保育士さん直々に見てもらえてよかったね。それじゃあさようなら。さやかちゃんが置き去りにした子供たちはお母さんがすぐに見つけて実家へ連れて帰りました。そしてようやく帰ってきたさやかちゃんはお母さんに大説教を受け、今はおとなしく実家で暮らしているそうです。もしあのままだったら警察に通報され児童相談所に相談されていたかもしれませんね。お母さんが引き取ってくれたことは危機一髪だったと思っています。美咲、聞いたわよ。あんた再婚したんだってね。え、リナ？
なんで幼馴染の私に何も言わないのよ。冷たいじゃない。誰があんたに言うか、っていうか、よく私に連絡してこれたわね。私から前の旦那を奪ったくせに。まだ怒ってるの？もう5年は前のことなのに。誰のせいで離婚して再婚することになったと思ってるのよ。縁も切って連絡先も変えたのに、なんで私の連絡先を知ってるのよ。そりゃ私たち小さい頃からの幼馴染だし、知ろうと思えば連絡先くらい簡単にわかるって。ね、わざわざ私の連絡先を調べて、一体何の用なのよ。もう冷たいな。再婚した幼馴染をお祝いしたかっただけだよ。それとついでに私の近況報告もしておきたくて、実は私健太くんとは別れたんだよね。え、店から待って結婚したはいいけど、愛だけでご飯は食べていけないって本当だね。思ってた結婚生活とは違いすぎて捨ててやったわ。社内浮気がバレて二人揃って会社をクビになったのよね。その後ようやく再就職できても、このご時世で給料はガタ落ちでさ、貧乏暮らしはもう飽き飽きなの。あっそう、別にそんな離婚報告わざわざしなくてもいいのに。冷たい。自分だけいい男を捕まえたからって、さっきから随分な塩対応じゃないの。は？全部話は聞いてるよ。美咲の再婚相手弁護士さんだって。きっと年収もかなりいいんだろうな。毎日豪勢なご飯食べていいところで暮らしてるんだろうな。羨ましいな。だったら何だって言うのよ。とにかく私には二度と関わらないでね。あんたが健太と離婚しても昔のことを水に流すなんてことはないんだから。美咲、久しぶり。元気にしてたか？健太？俺たちが離婚してもう5年ぶりだよな。久しぶりだな。次から次へと何なのよ。妻の幼馴染と浮気した男が気軽に連絡してくるんじゃないわよ。そんなこと言うなよ。今日は美咲に大事な話があって連絡したんだ。大事な話？リナと離婚したことならもうとっくに知ってるわよ。え、そうなの？俺たちの離婚のことをこんなに早く知ってるなんて。美咲、やっぱりお前はまだ俺に未練があるんだな。は？俺のことずっと好きだったんだろ？離婚しても俺のこと忘れられなかったんだろ？美咲、やっぱりお前は最高の女だよ。ちょっと気持ち悪いこと言わないでよ。誰があんたに未練なんてあるもんですか。恥ずかしいからって強がるなよ。俺もようやく気づいたんだ。やっぱり俺の妻はお前だけだよ。美咲、俺たちやり直そうぜ。は？俺、真実の愛が分かったんだ。リナとはただの遊びだよ。俺が生涯隣にいてほしいのはお前だけ。だから俺、美咲のためにリナと別れてきたんだ。適当なこと言ってんじゃないわよ。リナに捨てられただけのくせに、都合よく美談にしようとしてんじゃないわよ。どうしてそれを。なんであんたたちの離婚を知っていたか教えてあげるわ。ついさっき、リナ本人から連絡があったの。貧乏生活はゴリゴリだって。だから捨ててやったって言われたわ。はぁ？あいつ、そんなことをお前に言ったのか？何怒ってるのよ。全部事実なんでしょ？確かに貧乏生活だったのは事実だよ。でも、誰のせいでそうなったと思ってるんだ。俺たちが貧乏生活だったのは、全部あいつの無駄遣いのせいなんだぞ。え？ティナのやつ、結婚してからパチンコに行くようになったんだよ。それで俺がどんなに稼いできても、たった数日で使い果たすんだよ。あの子パチンコなんてやるようになったの？そうなんだよ。家庭的で倹約家な美咲とは大違い。好きなだけ人の金を使うくせに、貧乏生活を全部俺のせいに仕上がるんだ。そうだったの。でもおかげで俺は気づいたよ。やっぱり妻たるもの、ギャンブルはせず夫のために尽くす女じゃないとな。だから美咲、俺と復縁しよう。また夫婦に戻ろうぜ。ふざけないで。誰があんたと復縁なんてするもんですか。言っておくけど、もう再婚してるから。え、美咲、ごめん、俺という者がいながら、よその男と結婚なんてしていたのか？次連絡してきたら、あんたのご両親連絡入れるからね。
私に支払うために借りた慰謝料、返済が止まってるって聞いてるわよ。なんでお前がそれを知ってるんだよ。ケンタのご両親とは離婚後も交流が続いているのよ。え、そうなの？しかもちょうど明日、ケンタのお母さんとお買い物に行く予定だったの。今ご子息が私たちのブームなのよね。え？ご両親、あんたと全然連絡が取れないって言ってたわ。なんだったら、この連絡先を教えてあげようかしら。待って、それだけは勘弁してくれ。俺、リナの散財のせいで本当に金がないんだよ。今両親に居場所がバレたら、絶対に実家に強制送還だ。そんなに嫌なら二度と連絡してこないで。それが今回だけ見逃してあげる条件よ。みさき、大事な話があるんだけど、今大丈夫？二度と連絡してくるなって言ったわよね。私もできることならそうしてあげたかったんだけど、実はまたあんたに謝らなきゃいけないことができちゃって。え？実は私、妊娠しちゃったの。お腹の子供の父親、みさきの旦那さんなんだよね。は？本当にごめんね。ちょっと遊ぶつもりだったんだけど、なぜか見事にできちゃって。ちょっと待って。は？妊娠って、それが私の旦那の子供ですって？そう、みさきの旦那、ハヤトさんが父親だよ。私あんたに旦那の名前なんて教えてなかったわよね。本当にお腹の子供はハヤトさんとの子供なの？だから、そうだって言ってるじゃん。まあすぐには信じられない気持ちもわかるけど、妊娠も父親も全部本当のことだから。ちょっと待ってよ、それじゃ何？あんたはまた私の旦那に手を出したってこと？ケンタだけじゃなくてハヤトさんまでって？だから謝ってあげてるじゃん。一度ならず二度もごめんね。はぁ？ハヤトさんから話は聞いてるよ。彼とはなかなか子供はできなかったんだってね。なのにごめんね。私がこんな簡単に妊娠しちゃって。よくもまあ節操もなくそんなことができるわね。幼馴染の旦那を二度も奪っておいて、次は妊娠自慢まで。あんたの神経を疑うわ。ちょっと、私は羨ましいからって、そんな意地悪言わないでよ。は？妊婦さんは繊細なんだよ。そんな意地悪を言って、私が流産したらどうするの？二度も旦那を奪われた惨めな女が、お腹の子供の責任なんてちゃんと取れるの？はぁ？なんて取れるわけないよね。だから私のために離婚よろしくね。私次こそは弁護士の旦那さんと幸せになるから。あんたみたいな最低女が幸せにですって？弁護士の妻ならお金に不自由することはないよね。私はついに勝ち組決定だよね。まさかこんな簡単に旦那さんの子供を妊娠できるとはね。あんたの分まで幸せになるから、また離婚よろしく。ありがとう。これで離婚できるよ。え？怒りはそれなりにあるけど、まずは感謝しないとね。あ？感謝ですって？離婚はすぐにでもしてあげるわ。ありがとうね。私を解放してくれて。ちょっと美咲、あんた何喜んでるの？美咲は旦那さんをまた私に奪われたのよ。それで感謝って。あんたついに頭がいかれたの？行かれてるのはお前だよ。よくもまあ人の中古でそんなに喜べるわね。はぁ？あんな旦那、奪われても痛くも痒くもない男だから、どうぞいつでも入籍してちょうだい。私は今すぐ離婚届を準備するから。あんた、マジで頭大丈夫？弁護士の旦那を奪われたんだよ。それなのに痛くも痒くもないですって？必死に強がってんじゃないわよ。弁護士の旦那だからって何だって言うの？いくら年収が良くても、いい暮らしができても、超絶亭主関白な最低夫なんて、こっちから願い下げだっつうの。はぁ？あんなに優しいハヤトさんが、超絶亭主関白ですって？その優しさも今だけよ。結婚前はそうだったけど、結婚してからいきなり、豹変したのよね。え？世間体をとにかく大事にする人で、早く妊娠しろってプレッシャーは最悪。家の中じゃ、おいしか言わないし。
気に入らないことがあると物に当たるし、本当に最悪な亭主関白っぷりだったのよ。そうなの？離婚したくても弁護士の肩書きを振りかざして、なかなか離婚させてくれなくて、そんな男の子供は絶対に欲しくないから、こっそりピリを飲んでいたくらいよ。もしかしてそれで子供ができなかったの？私は何でも欲しくないって言ってるのに、妻が夫に逆らうなってひどいからね。だからそれしか方法がなかったのよ。でも、どんな旦那でも、弁護士は弁護士だよ。稼ぎが良ければ、多少の亭主関白なら許容範囲でしょ？そう思うなら結婚したら？最高おめでとう。また私のお風呂と結婚できるのね。もう無理！私も離婚する！あら、気分が早かったわね。なんなのよ、あの旦那は！結婚したら本当に亭主関白男になったし！だから言ったじゃない！しかもひどいのよ！私がパチンコに行くことを知った途端に、結婚前に教えてもらっていなかった！これは民法の何条のーって、謎の慰謝料を請求してくるの！でも稼ぎが良ければあんたは許せるんでしょ？全部、解いてあげなさいよ。無理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 ！こんなの無理！美咲はたった月5万でやりくりしてたって、生活費をそれしか渡さないの！私は節約とかしたことないのに！3丁目の激安スーパーがおすすめよ。毎週水曜の卵の日は忘れずにね。こんなの全然楽しくないよ！弁護士の妻なら毎日豪勢な暮らしができると思ったのに、パチンコに行くような女に小遣いは不要だって、たったの1円もくれないの！あら、私は今厳しいわね。もう絶対離婚する。こんな旦那、あんたに返すわ。いや、いらない。ようやく離婚できて私は自由の身になったんだから。なんで返品できないのよ！じゃあ私はこれからどうしたらいいのよ！そんなの知らないわよ。とりあえず助けを求めるなら、私以外の人にしてちょうだい。それじゃあねー。おい、美咲、我が俺との復縁の話はなかったことにしてくれないか？は？俺は勘違いしていたよ。俺の妻はやっぱりリナしかいないんだ。なのに離婚ごときで美咲を選ぼうとするなんて、俺はなんてバカなんだ。そもそも復縁するつもりはないから安心してね。っていうか、ケンタ、あなた、リナとより戻すことにしたの？ああ、実はついさっき、リナから電話があってさ、離婚後に妊娠が分かったらしい。時期的に俺との子供だって。え？それで一人で育てるのは無理。俺と一緒に育てたいって。もうパチンコにも行かないし、いい妻として尽くすから、復縁してくれって。で、あんたはなんて答えたの？決まってるだろ。俺もずっと、リナだけを愛してる。子供と3人で温かい家庭を作ろうってな。そうなの？じゃあ2人はよりを戻すのね。もうだから変な期待させて悪かったな。俺はリナと幸せになるから、お前も再婚相手とお幸せにな。それじゃ元気でな。みさき、お願いだから私を助けて。私をどこかにかくまって。リナ？もうね、今ね、絶対絶命の大ピンチなの。お願い、もう頼れるのは美咲だけなの。私のことを助けてちょうだい。あんたにずっと聞きたかったのよ。ケンタとよりを戻したみたいだけど、子供の父親のことを黙ってるみたいじゃない。あんたそんなことして大丈夫なの？大丈夫じゃないからこうして連絡してるんじゃん。もう、本当に大ピンチすぎてマジでやばいの。とりあえず状況教えてよ。今一体何が起きてるのよ。とりあえず健太くんにはあんたが父親だよって連絡して、その後すぐに離婚届を置いて隼人さんの家から逃げてきたの。でも隼人さん、私との離婚届をまだ出していないみたいなの。え？だから私と隼人さん、まだ戸籍上は夫婦なの。それで健太くんとの席を入れられなくてね。この男は誰なんだってバレかけてるの。そりゃそうなるわよ。あんた一体何やってるのよ。だって普通離婚届を置かれたら出すしかないでしょ。あやめに出してくださいってメモも残したし、ハヤトさんがすぐに出してくれると思ったんだもん。そのハヤトさんから連絡はないの？まだ離婚届を出してないってことは
夫としてあんたを探してるんじゃないの？そうなの、ハートさんたら私のことをずっと探していたみたいなの。こんな離婚の仕方は納得はいかないってでしょうね。でね、それでね、そのハートさんにね、私さんに居場所がバレちゃったの。え？ケンタ君と赤ちゃんグッズ買ってる時に見つかったの。そんな場で調べになるし、ハヤトさんは元夫と浮気していた妻には慰謝料を請求するって言い出したの。なんかもうすごいわね。聞いてるだけのお腹がいっぱいだわ。慰謝料を請求されてもそんなお金はどこにもないし、結局どっちが父親なんだって調べは継続中だし、私どうしたらいいの？何もわかんないよ。私はあんたの頭の中がわからないわよ。マジでその頭に何が詰まってるの？ああ、何も詰まってないからこんなことが起きてるのか。今そんな意地悪言わないでよ。幼馴染が大ピンチを迎えてるのよ。どうにかして助けてよ。誰が助けるもんですか。どちらか一方、あるいは両方から慰謝料請求されるかもね。どっちに転んでも頑張りなさい。え？私二人から請求される可能性もあるの？しかも片方はプロの弁護士。いろいろと終わったわね。そんな、お願いだよ、美咲。私のことを見捨てないで。なんとかこの場を丸く収めてよ。そんなの無理無理。私のお風呂と三人仲良くしていなさい。ああ。それじゃ、これを最後に、LINE をブロックさせていただきます。どんな結末だろうと、お腹の子供だけはしっかりと育てなさいよ。それじゃあね。リナはハヤトさんに泣きついたり、ケンタに泣きついたりと、その時々の状況に合わせて自分が有利になりそうの方に願っていたそうです。しかし、それを繰り返した結果、最終的にはどちらからも愛想を尽かされ、離婚の母として子供を一人で産むことになったんだとか、それぞれから慰謝料も請求され、今赤子を抱えながら夜の店で働いていると聞いています。そして最初の夫のケンタはというと、私が彼のご両親に連絡先と居場所をお伝えしたことで実家に強制送還。借金返済のために知り合いの工場で朝から晩まで働いているんだとか。一方、再婚相手だったハヤトさんは、弁護士のくせに浮気して妊娠させた男。というのが職場にバレてしまい、事務所内での居場所もなく、仕事の依頼もかなりの数が減っているそうです。ミユ、ちょっといい？少し話があるんだけど。なに？どうしたのよ、ちひろ。私たちの結婚式さ、もちろんミユは出席で大丈夫だよね。え？返信期限はまだ余裕があるけど、念のため確認しておきたいんだよね。その、なんか用事とか入ってないよね。うん、はいはい。千尋たちの結婚式ね。もちろん私は欠席でお願いします。え？出席じゃなくて、欠席なの？欠席で。誰があんたなんかの結婚式に出るもんですか。嘘でしょ？ミーまで私たちの式を欠席するって言うの？何よ、その言い方は。私が欠席したら何かまずいことでもあるの？あ、いや。なんてね。私実は全部知ってるのよ。千尋の結婚式みんな欠席するんでしょ？え？せっかく招待状の返信が来ても、友達も親族もみんな欠席のお返事なんだよね。誰も来てくれないなんて、千尋ったら惨めすぎる。まあでもそれも当然のことだと思うけど。なんでミユがそれを知ってるのよ。それに当然ってどういうこと？ミユ、あんた何か知ってるの？何かってみんなの欠席の理由とか？それしかないでしょ。仲のいい友達も親戚も返事をくれてる人みんなが欠席に丸をつけてるの。まだ返信が来ていない人たちもいるけど、今のところ誰も出席してくれる人がいないのよ。きっとこれから届く人もみんな欠席に丸してるだろうね。プッププププーザバービロー。ねえ、本当にこれはどういうことなの？みんななんで来てくれないのか、ミユ、あんたは何か知ってるの？逆にこんなことになってもまだ気づかないの？自分の胸に手を当てて、考えてみなよ。わからないから困ってるんじゃない。どういうことかちゃんと説明しなさいよ。本当にわからないの？みんなの欠席理由なんて一つしかないのに。あんたが幼馴染の彼氏を奪ったからに決まってるでしょうが。え？私がミユの彼氏を奪ったですって？
そうだよ。だから私からみんなに教えてやったの。千尋は仲良しの幼馴染の彼氏と結婚するんです。こんなひどい略奪婚には行かない方がいいですよって。ちょっと待って。え？みんなの欠席は、ミヒュ、あんたが頼んだことだって言うの？そうだよ。一人一人に連絡して回ったの。え？時には直接会って、私自ら説明だってしてやったんだからね。待って。話が全然見えないんだけど、どういうこと？そもそも私、ミユの彼氏なんて奪ったこともないんだけど。ああ、しかも略奪婚って何よ。私は新郎のアキラ君とはもう3年も付き合っているのよ。付き合い始めたのだって、当然お互いにフリーだったからだし、ミユから奪ったなんてそんなことしてないわよ。うわぁ、この子に及んで白を切るんだ。本当だってふてぶてしい女ね。ねえ、本当にわからないの。アキラくんからミユと付き合ってるなんて聞いたこともないし、だからそんな略奪だなんて。人の彼氏に手を出しておいて、とぼけてんじゃないわよ、この略奪女。アキラくんはね、ずっと私が狙っていたのよ。私がずっと片思いしていたのに、よくもそんな私から彼を奪ったわね。え、ずっと片思い？アキラくんのこと好きだったのに、アキラくんがいるからずっと職務なすたまに通っていたのに、アキラくんからカップにメッセージを書いてもらったら告白するの。私はそのつもりで毎日通っていたのよ。え？なのに先にあんたが付き合いやがって。どこその女ならともかくなんで幼馴染みのあんたなのよ。私のアキラくんに手を出さないでよ、この略奪女。ちょっと待ってよ、ミユ。一旦状況を整理させてくれる？ミユはずっと、アキラくんのことが好きだったのよね。ええ、そうよ。もう5年もずたまだ常連よ。で、いずれ告白するつもりだったんだよね。そうよ。告白して私が付き合うはずだったのよ。アキラくんは私の彼氏になる予定だったのよ。なのに奪い取りやがって、この略奪女。あんたがこんな最低な女だとは知らなかったわ。ちょっと待ってよ、それどこが略奪女なのよ。別にミユとアキラくんは付き合っていないんだし、申し訳ないけど、ただの早い者勝ちじゃない。ああ、告白もしてないし、そもそも OK してもらえるかもわからないんだよ。それなのに奪っただろう、お前は略奪女だって。それで結婚式を邪魔するなんてひどすぎるよ。どこがひどいのよ。あんたの結婚式なんてめちゃくちゃになって当然じゃない。私が告白さえしていれば、確実にアキラくんは OK してくれていたの。そしたら私が結婚するはずだったんだもん。それを邪魔したあんたは略奪女でしかないんだよ。あんたの結婚式なんて誰も来ないんだからね。しおり、ちょっといい？少し協力してほしいことがあるんだけど。どうしたの、お姉ちゃん。頼み事の前に確認したいんだけど、幼馴染のミユいるでしょ？あの子から何かしおりに連絡って来てたかな？ああ、ミユちゃんね。ちょうど先週 LINE があったよ。お姉ちゃんに彼氏を取られた。絶対に結婚式に行かないでって言ってたね。嘘でしょ？私の妹にも連絡していたなんて。なんだか大変な結婚式になりそうだね、お姉ちゃん。違うのよ、しおり。お姉ちゃんは略奪なんてしていないから。アキラくんとは真っ当なお付き合いをしているからね。大丈夫だよ、お姉ちゃん。そんなの十分わかってるから。え？お姉ちゃんのこと信じてくれるの？当たり前じゃん。私はお姉ちゃんの妹だよ。お姉ちゃんがそんなことするわけない人だって、誰よりも一番わかってるよ。しおり！それに私だって小さい頃からミユちゃんと遊んできたんだよ。あのバカなミユちゃんの暴走だってことくらい私にだってわかるっつーの。え？私もお姉ちゃんたちと保育園から一緒だけど、ミユちゃんって小さい時からそういうところあったじゃん。欲しいものは何でも手に入れようとするし、そのためなら事実をものすごく作り変えてたし。そうだったっけ？え、覚えてないの？私小さい頃ミユちゃんにぬいぐるみ取られたんだよ。私は絶対にあげてないのに、もらったの、くらるって言ったって騒ぎ出したんだから。ああ、そういえばそんなこともあったわね。あの子すぐに嘘つくから、一時期保育園で嘘つきってあだ名つけられてたっけ。小さい頃は本当にすごく大変だったんだよ。ミユちゃんたらチヤホヤされるのが好きで、よく私に絡んできたんだからね。
年下の私だけが可愛がられるのが許せないみたいでさ。そうだったんだ。で、そのみゆちゃんから先週いきなり連絡があったの。私とアキラくんは本当は付き合っていたの。それをあんたのお姉ちゃんに奪われたのって。懲らしめるためにも絶対に欠席してほしいって。でも家族とはいえよく信じてくれたわね。当然じゃん。それにみゆちゃんたら超バレバレの合成写真なんて送ってきたの。あれが逆に嘘の証拠になるって。え、合成写真？これが証拠ですって。アキラさんとのツーショットが送られてきたの。でもありえないくらいに下手くそでさ、思わず笑っちゃったよね。そんなものまで作ってたなんて。私の方がまだ上手に合成写真作れるよ。でもそんな写真でも信じてる人はいるみたいだしね。実際に欠席の連絡しかないし困ってるのよ。だから妹のしおりに訂正してもらえるのを助けてほしいんだけど。それなら安心してよ。もう全部私がしておいたから。え、連絡するのが遅くなってごめんね。念のため信じてる人がいないか招待客全員に確認してもらったの。なかなか連絡がつかない人もいてちょっと時間がかかったけどね。そんなことまでしてくれていたなんて、しおりありがとう。誰一人信じていなかったし、全員参加するからね。欠席で返信した人も、みゆちゃんが、目の前で欠席に惑わして出せって言うから仕方なく出したみたい。え、そうだったの？ほんと、旗迷惑の人だよね。そんな人たちには私から、姉に出席のことは伝えておきますって言ってあるから。一応姉ちゃんからも出席ありがとうってメールでも入れておきなよ。何から何まで本当にありがとう。こんなに頼れる妹はきっとどこにもいないわよ。そんなの大げさだよ。お姉ちゃんはともかく結婚式は無事に終わるように頑張ってね。ええ、みゆの妨害なんて絶対に負けないわ。役立つ神父、誰も来てくれない結婚式なんて一体どんな気分であげるのかしら。ミム、こんな日にまで連絡してくるなんてずいぶん暇しているのね。あらあら、必死に強がってる感じかしら。内心は誰も来てくれなくて悔し泣き寸前だっていうのに。誰が泣くもんですか。今日は最高の結婚式する予定なんだから。はあ、誰一人招待客が来ていないのに何が最高の結婚式よ。あんた頭大丈夫？はあ？いい？人の彼氏を奪うからこんな目に遭うんだからね。ほら、責任取ってアキラくんと別れなさいよ。そしたら私が当初の予定通り彼と付き合うんだから。あんたまだアキラくんのことを諦めていないのね。諦めるも何も私の恋人なのよ。ただ私からの告白が遅かっただけだから。あんたが彼を奪ったのよ。そんなあんたなんて惨めな目に遭って当然よ。せっかくの結婚式に誰も来なくてざまみろ。略奪女の幸せなんて誰がお祝いしに駆けつけるもんですか。みんな来てくれたよ。え、それじゃあね、結婚式もあともう少しで始まるの。だからマカには構ってあげられないんだよね。ああ、ちょっと待ちなさいよ。みんな来てるって言ってどういうことよ。そのままの意味だけど、招待客は全員誰一人欠けることなく来てくれてるのよ。そんなわけないでしょ。私からみんなに略奪婚のことをバラしたのよ。欠席の招待状だって目の前で書かせて出させたのに。みたいだね。でもその子たちからは訂正の連絡はちゃんと来たよ。みゆの嘘はちゃんと見抜いてる。もちろん式には参加するから安心してねって。はぁ、みゆがアキラくんのことを好きだったのは本当みたいね。彼に確認したら教えてくれたわ。確かにミーは職場の常連さんで、実は何度かアタックされてたって認めたわ。あんたすでに告白してるし OK もらえていないじゃないの。違うわよ。あれは彼らに乗ってる隠しなの。他のお客さんに気を使って断っただけなのよ。もういい加減にして。アキラくんはあんたに一度もなびかなかったし、私とこれから結婚するの。それがムカつくからって最低な嫌がらせしてんじゃないわよ。最低なのはどっちよ。みんな私には欠席するねって言ってたのに。あんたが怖くて適当に話を合わせただけだってさ、みんなそう言ってたわよ。なんでって。そういうわけで結婚式を楽しんでくるわね。それじゃ。お姉ちゃん、やばいよやばいよ。みゆちゃんブチギレすぎてめちゃくちゃ悪化しちゃったよ。ん？
今みゆちゃんから連絡があったの。みんなで私を騙して恥をかかせた。だから嘘をついた奴ら全員のことを訴えてやるって、慰謝料請求するって言ってるの。何よそれ、ただの逆切れじゃないのよ。私の好きな人と結婚した子をお祝いするなんてひどい。お姉ちゃんに渡したご祝儀と同じ金額を慰謝料としてよこせ。だってさ、もういろいろと無茶苦茶ね。もはや行動が奇行しよ。ねえ、どうしたらいい？さすがに警察に通報でもした方がいいかな。複数人から通報した方が警察も早く動いてくれるよね。私、通報の協力者を探してくるよ。いやもうしおりたちにこんな迷惑はかけられないわ。全部私に任せてちょうだい。え？私の結婚式を邪魔するだけじゃなく、終わった後も招待客に迷惑をかけるなんて、こんなのは私たちの結婚を祝ってくれた人に失礼すぎるわ。でも相手はめちゃくちゃすぎる貴公子だよ。どうするの？そっちが訴えるならこっちもやるまでよ。ちょっとみゆ、話は聞いたわよ。あんた結婚式の招待客にお金をせびっているそうじゃない。せびっているんじゃないわ、慰謝料請求してるのよ。慰謝料ですって？そうよ、みんなで私を騙していたんだもの。だから慰謝料請求なんて当然の報いじゃない。何が当然の報いよ。あんた少しは自分が何をしてるか考えなさいよ。うるさい、みんなで私に恥をかかせたんだよ。それならこれぐらい当然でしょ。あんたがご祝儀で得した分、私も同じくらいお金をもらわないと気が済まないんだから。そんなくだらない理由でみんなに慰謝料請求して回るっていうの？本当に少し冷静になりなさいよ。それはあんたの方でしょうが。は？あんたが結婚したせいでみんなかわいそう。あんたの結婚式に招待されなければ、招待客のみんなも私に訴えられないのに。あんたがアキラくんと結婚なんてしなければこんなことにならなかったのに。ふざけんじゃないわよ。全部私のせいだって言いたいわけ？その通りでしょ。そっか、じゃああんたも訴えられても文句は言えないわよね。名誉毀損でこちらも訴えるから。は？名誉毀損ですって？あんたはみんなに嘘をつかれたから怒ってるのよね。なら、アキラくんも怒っていいわよね。あんたと付き合ってもないのに、最低な合成写真をばらまかれたんだもの。え？すべて名誉毀損で訴えるって、そんな彼からの伝言よ。職場へ伝えて出禁にもしてあります。二度と僕の前に顔を出さないでください。ですって。え、ちょっと、待ってよ。私が出禁ですって？あんたは最低な嘘をみんなに伝えたわよね。幸い誰一人騙されなかったけど、中には混乱した人もいるみたいよね。きっと精神的苦痛を味わった人もいるだろうから、あんたは一人一人に慰謝料を支払いしないとね。ちょっと待ってよ、なんで私が支払わないといけないのよ。私も騙されたのよ。じゃあ騙して騙されてで、ね、おあいこね。総裁ってことでもう慰謝料は諦めたら？はぁ、あ、でもあきらくんの場合は総裁できないか。彼相当怒ってるみたいなのよ。だからそれなりの金額を覚悟しておいた方がいいかもね。え？それともちろんあんたのご両親には全部伝えてあるからね。おばさんなんてあまりのことにそっとして泡を吹いていたわよ。嘘でしょ、お母さんたちにチクったの？それじゃあこちらからの慰謝料請求待っていなさい。散々迷惑をかけられた分容赦しないからね。幼馴染のみゆは、あきらくんから名誉毀損で訴えられ、慰謝料として70万を支払うことになり、そのお金の一部を使って私たちは、妹のしおりへ感謝の一泊温泉旅行をプレゼントしました。そしてその後のみゆはというと、両親同伴で招待客一人一人に謝罪行脚&迷惑料のお支払いの旅へ。かなり遠い地方から結婚式に来てくれた私の友人もいて、その子に最後の迷惑料を支払い終わると、ご両親から、お前はここに置いていく。近くの農場を親戚が経営しているので、そこにしばらく生活しなさい。と地方に預けられたそうです。どうも、ななみさん。ご無沙汰しております、みさきです。どうも、お久しぶりです。実は今日お伝えしたいことがあってご連絡しました。あなたが離婚してくれたおかげで無事に今日康介さんと入籍することができたんです。その説はどうもありがとうございました。それはおめでとうございます。
わざわざご丁寧にご連絡までいただいて、心底必要のない情報であくびが出ちゃいますね。は？浮気して離婚した元旦那とその浮気相手の結婚なんてどうでもいいって言ってるんですよ。どうぞ底辺は底辺同士でくっついていてください。相変わらず嫌みったらしい人ですね。そんな人だからコウスケさんに捨てられるんですよ。少しは素直に悔しがったらどうですか。あら、何を言っているのかしら。捨てたのは私で、コウスケが私に捨てられたのよ。浮気がバレた時のコウスケったら、あんな女はただの遊びだ、離婚しないでくれ、子供を連れて出て行かないでくれって泣きついて、みっともない男だったわ。はあ、そんなこと彼が言うわけないでしょ。コウスケさんはずっと私に早く結婚したいって言ってくれていたんだから。今は私があんたを蹴落として妻になったんだからね。蹴落とした？まるで私があなたより下みたいな言い方はやめてくれるかしら。私は人様の旦那を奪うことしか能のないあなたとは違うの。人のお下がりを手に入れて喜ぶような底辺と一緒にしないでちょうだい。ムカつく。本当にあなたは人を不快な気持ちにさせるのが上手ですね。お褒めにいただき光栄です。褒めてないわよ。その勝ち誇った余裕な態度も今のうちだけなんだからね。今に見ていなさいよ。絶対に慰謝料請求してあなたを苦しませてやるんだから。はい、慰謝料請求ですって。あらあら、急にひよっちゃって。さっきまでの異性はどこに行ったんでしょうね。ひよってるんじゃなくて理解できないのよ。私にはあなたに慰謝料請求される理由がないわ。美咲さん、あなたは一体何を言っているのかしら。あらららら、自分が慰謝料請求される理由がわからない。あれだけのことをしておいてよくそんなことが言えますね。え、ななみさん、あなたは私の夫のコウスケさんに一体いくらの慰謝料請求したかちゃんと覚えていますか。もちろん覚えていますよ。浮気の慰謝料と子供たちの養育費を合わせて合計3000万ほどですね。二度と連絡を取りたくないので全て一括での支払いをお願いしました。その結果、コウスケさんが家も車も売り払ったこと当然ご存知ですよね。愛用の腕時計も全て売り払って彼は文字通りの一文無しになったんですよ。小耳には挟んでいますけど、それが何か。夫婦関係を壊したのはそちらですし、当然の代償だと思いますけど。はあ、一文無しが当然の代償ってそんなわけないでしょ。え、家や車、貯金を失ってもまだお金が足りなくて、コウスケさんは借金までしているんです。友人知人からかき集めても足りなくて、会社に頭を下げてまでお金をかき集めて、今は給料の大半を借金返済で会社に天引きされているんです。働いても給料日にはスズメの涙ほどしか入金されず、そんなコウスケさんの気持ちがわかりますか。いえ、全くわかりません。というか分かってあげようとも思いません。当然の報いだと思いますね。はあ、これだけ彼が苦しんでいるのに当然の報いって、あなたには血も涙もないんですか。それあなたが言います。人様の家庭を壊して血も涙もないんですか。私はともかく、小さい子供たちから父親を奪って血も涙もあるような人なら普通はできないことですよ。話をそらさないでください。今あなたの話をしているんです。はあ、とにかく私が言いたいのは、彼をここまで苦しめる必要なんてなかったはずってこと。一文無しの上に会社からの借金のせいで離婚の経緯も全部周りにバレて、今は左遷の危機。彼はあなたのせいでここ数ヶ月で10キロも痩せました。こんなの立派な傷害罪ですよね。え、傷害罪。そうです、あなたのせいで彼の心は深く傷つき、10キロも体重が落ちたんです。これってある意味大怪我したようなものですよね。いや、普通に違うと思います。ただのダイエットです。離婚ダイエットってことで本でも出したらどうですか。何言ってるんですか。彼はあなたのせいで心も体もボロボロなんですよ。すべてあなたが傷つけたんですから、これは絶対に傷害罪ですよ。だから私、コウスケさんのためにも覚悟を決めましたから。私、あなたを訴えて慰謝料請求しますから。はあ？コウスケさんの代わりに、妻として私が慰謝料請求します。妻ならそういうことできますよね。
ななみさんが私にしたように。あの、全然意味がわかんないんだけど、傷害罪だ云々も相変わらず意味不明だし、妻ならそういうことできるって何を言ってるの？だからななみさんと同じことをするって言ってるんですよ。あなたも彼の妻だった時に彼に慰謝料請求したじゃないですか。それって慰謝料請求できる権利は妻にあたる人にあるってことですよね。は？ネットで見ると慰謝料請求してる人って奥さんばかりですし、つまりそういうことですよね。だから彼の妻である今の私ならあなたに慰謝料請求できるはずなんです。こうなったらとことん高額な慰謝料を請求してやりますからね。は？今更慌てても遅いんですよ。あなたから旦那を奪って今は私が妻になったんだからね。妻として私が慰謝料請求してやるんだから覚悟しなさいよ。支払いはあなたですけど。え？逆にえって感じなんですけど、なんで浮気の被害者の私が払うのよ。そんなのどう考えてもおかしいでしょうが。何がおかしいんですか？慰謝料請求は妻の立場の人なら誰でもできるんですよ。だから私だってななみさんに慰謝料請求できるんだから。できませんけど。え？ちょっと確認したいんだけど、美咲さん、あなたってどこの国で生まれ育った方なのかしら？は？日本で生まれ育っていてこんな価値観の人っていないと思うの。だからあなた外国籍の方よね。それだとここまでバカなのも納得がいくわ。はあ？誰がバカですって？私は生まれも育ちも東京よ。大都会で生まれ育った生粋の日本人に決まっているでしょ。本当に？どこかの山でイノシシに育てられたとかってこともない？はあ？あのね、美咲さん、私がコウスケに慰謝料請求したのは旦那に裏切られたからなの。日本じゃ浮気は不貞行為で慰謝料請求できるのよ。妻が浮気をしたなら夫だって妻に慰謝料請求できるんだから。え？男でも慰謝料請求ってできるの？当たり前でしょ。夫も妻も男女関係なく浮気された方は被害者なの。被害者には慰謝料請求する権利があるし、それは浮気をした加害者側が受ける罰でもあるのよ。え？だからバカ旦那が慰謝料の借金まみれで苦しもうが、それは彼が受けるべき罰なの。あまりにもかわいそうだから対抗してこっちも慰謝料請求だなんて、そんなのはできません。へえ。逆に浮気相手が元妻に慰謝料請求って聞いたこともないわ。もう一度よくネットで調べるか、それかいっそのことを弁護士さんに相談してきなさい。きっと今節丁寧に教えてくれるはずよ。ちょっと待ってよ。そんな、それじゃあこっちだけ不幸で終わりじゃない。あなたはお金も子供も手に入れているのに、こっちは借金まみれって不公平よ。私から旦那を奪っておいて不公平って？あなたはコウスケがいるんだからいいじゃない。お金を失ってまでも彼が欲しかったんでしょ？違うのかしら。コウスケさんのことは欲しかったけど、ここまでお金がなくなるとは思っていなかったもの。数百万ならわかるけど、コウスケさんは3000万も失ったのよ。私の夫、そして子供たちの父親としての価値はこれでも最低限なくらいよ。もっと請求したいところをぐっとこらえてたった3000万にしてあげるってことが、どうしてバカな略奪女にはわからないのかしら。3000万も払ってるのにこれが最低なの？そうよ。こっちは子供2人も抱えてるんだからね。分かったらとっとと私の前から消えてちょうだい。夫を奪っておいて慰謝料請求が高すぎるだなんて、今さら噛みついてきて、自分がどれだけ恥知らずなことをしているのか、少しはその少ない脳みそを使って考えなさいよ。でもコウスケさんは本当に今かわいそうなくらいにやつれているんですよ。なのにこっちは慰謝料請求できないなんて、やっぱりおかしいですよ。は？こっちはあなたからの慰謝料のせいで借金まみれになってるのよ。そんなの不公平だし、あなたも慰謝料請求されて苦しむべきよ。脳みそ湧いてんの？え？せっかく怒りを鎮めて穏便に話してあげてるのに、まさかここまでバカ丸出しで噛みついてくるとはね。もう我慢の限界よ。そこまで言うならあなたが彼の借金を返済してあげたらいいじゃない。
一体誰のせいで彼が借金まみれになっていると思ってるのよ。え？彼が借金まみれなのはバカなあなたの分の慰謝料も背負い込んでいるからでもあるのよ。俺に責任があるから彼女を巻き込むなって、代わりにあなたの慰謝料分も俺が多めに支払うからって、だから養育費込みで一括3000万も請求したんじゃない。ちょっと待ってください。私の分もって何？私も慰謝料支払う側なんですか？そこから話さないといけないの？だって私は好きな人にアタックしただけだし、そりゃ彼はナナミさんの夫で子供の父親でもあったわけだから、責任を取って慰謝料とか養育費を払うのはわかりますけど、でも私は好きな人と付き合っただけですよ。なんかもう頭が痛くなってきたわ。まさかここまで常識も倫理観もないバカだとはね。バカですって？コウスケもコウスケで、俺が彼女の分も払うからって偉そうに言うから任せたのに、結局振り込まれた金額は請求額にたった10万が上乗せされただけ。ほんとバカ同士であなたたちはお似合いだわ。またバカって言った。あの時はもういいやってことで見逃していたけど、ここまで来たら徹底的にやってあげるわよ。バカは身をもって覚えた方がいいと思うから、この際美咲さんにも慰謝料請求してあげるわ。そしたら慰謝料請求ってのがどういうものか理解できるでしょ。コウスケが支払った10万円を差し引いた金額を請求してあげるわ。いくら請求されるかは後日弁護士を通して教えるから、期待して待っていなさい。ちょっと待ってください。私に慰謝料請求って嘘ですよね？私にお金はありませんよ。ないなら借金でもしたら？コウスケみたいにいろんなところに頭を下げなさいよ。無理。彼が給料の大半を返済に当てているせいで、私の給料でなんとか2人で生活しているんですよ。そこに私も借金って、そんなのただの地獄じゃないですか。バカ2人には地獄がお似合いよ。じゃあこれで失礼するわ。今後は弁護士を通じて連絡してちょうだいね。こんな金額無理ですよ。今日弁護士さんから連絡が来ました。200万も慰謝料請求されるなんてマジで無理です。文句があるなら弁護士に言ってちょうだい。私に連絡してこないで。弁護士さんに伝えても話が通じないから直接連絡してるんです。見学には応じることはないと思います。そちらも弁護士を立てたらどうですかって。さすが私のことをよく理解してる弁護士さんだわ。で、私も早速味方になる弁護士を探してみたんですけど、でもどこも断ってきて、とにかく0円にしてって、なんだったら向こうに請求してってお願いしてるのに、ついさっきお願いした弁護士事務所なんて私になんて言ったと思います？元奥さんのためにも払ってあげたらって言ってきたんです。何その最高な弁護士さん、ぜひとも名刺をいただきたいわ。で誰も私の味方になってくれないのよ。頑張って味方ができるといいですね。では私は静かに振り込みをお待ちしています。1ヶ月ほど経ってようやく美咲さんから慰謝料が振り込まれました。依頼した弁護士さんから、あんなに話の通じない人は初めてで、他の仕事が一切進みませんでしたの言葉を聞いた時は、心底弁護士さんに丸投げしてよかったなと思いました。その後の噂によると、美咲さんもどこからか借金をしてお金を工面したようで、夫婦2人借金まみれの生活を送っているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。